東農地科学センターは、土岐市泉町上林寺北部の国道21号線沿いでウラン鉱物の露頭が発見されたところから始まりました。この発見を受け、東農地域でのウラン炭鉱が開始され、昭和39年に国内最大の月吉鉱床が発見されました。これを受け、昭和40年に土岐市内に東農炭鉱事務所が設立されました。これが東農地科学センターのルーツになります。昭和44年、中部炭鉱事務所に改称されました。その後、月吉鉱床の実態を探るためボーリング調査を行いました。また月吉鉱床の詳しい調査を行うために坑道が掘られました。これが東農鉱山です。そして昭和61年、東農鉱山の坑道内や庄場様用地で地層科学研究を開始しました。平成3年からは地質環境の長期安定性に関する研究を開始しました。これは活断層を調査しているところです。平成9年に年代測定技術の整備実用化のため加速器質量分析装置を導入しました。平成26年、年代測定関連の各種分析装置の導入を機に、土岐事務所から土岐地球年代学研究所と名称変更し、現在に至ります。皆さんが毎日使用している電気、これは様々な方法で作られています。その方法の一つとして原子力発電があります。原子力発電は鉱山で掘られたウランを燃料に加工して、これを原子力発電所で使って電気を作ります。その後、使い終えた燃料である使用済み燃料を再処理して、再利用できるウランや新しくできたプルトニウムを取り出して再び燃料に加工して資源の有効活用を行うこととしています。これを核燃料サイクルと言います。また再処理した残存物である放射性物質はガラスと混ぜて固めて高レベル放射性廃棄物として、最終的に地層中に処分することとしています。高レベル放射性廃棄物からは最初のうちは強い放射線が発生します。放射線は時間が経つと減っていきますが、それでも長い間発生します。そのため私たちの生活環境に影響が及ばないように処分する必要があります。世界中で様々な方法が考えられましたが、最も技術的に実現性が高い地層処分が国際的に選ばれており、日本では法律により地下300メートルより深い場所に埋めて処分することが決められています。地層処分を行うには、まず残存物である放射性物質をガラスと混ぜて固めます。この固めたものをガラス固化体といい、これを高レベル放射性廃棄物と呼んでいます。ガラスは水や薬品に溶けにくいなど非常に安定しており、長い期間放射性物質を閉じ込めておくのに適しています。さらにガラス固化体をオーバーパックと呼ばれる金属製の容器に入れて密封します。そしてオーバーパックと岩盤の間に緩衝材として粘土を敷き詰めます。この粘土は水を吸収すると膨らんで水を通しにくくする性質や物質を吸い付ける性質を持っているため、地下水が内部に流れ込まないようにするとともに、万が一放射性物質が地下水に溶け出してもその移動を遅くしたり、放射性物質を取り込んで地下水の中から放射性物質を取り除きます。このような対策を
人工バリアといい、深い地下の岩盤という天然バリアが持つものが変化しにくく、ものの動きも非常に遅いという性質と合わせて、高レベル放射性廃棄物を人間の生活環境から確実に隔離し閉じ込めます。東濃地下学センターは土岐市と瑞浪市の両市において、これまで地層処分技術に関する研究開発を行ってきております。土岐市にある土岐地球年代学研究所では、深い地下における地下の構造物などに影響を与える可能性のある地震活動、断層運動や火山、熱水活動、土地の隆起、沈降、あるいは浸食、堆積といった地殻変動に関わる自然現象を対象として調査研究を行っています。調査研究では、この地殻変動がいつからどこでどのように起こっているのかをできる限り詳しく知ることがとても重要になります。そのため、最先端のさまざまな分析機器などを整備しながら、地殻変動のいつを明らかにするため、岩石や地下水などの年代を測定する技術の研究開発にも重点的に取り組んでいます。東濃地下学センターは、瑞浪市からお借りした土地で深度500メートルまでの地下研究所を建設し、地下の環境の特徴などを明らかにするための調査研究を令和元年度まで実施しました。その後は地下坑道の埋め戻し及び地上施設の解体を行い、現在坑道の埋め戻しに伴う地下水の回復状況や埋め戻しによる環境への影響がないことを確認するための地下水の環境モニタリング調査を行っています。東濃地下学センターは、行っている研究の内容などを地域の皆さんに知ってもらうため、地域で開催される様々なイベントに参加しています。イベントで見かけた際には、ぜひお立ち寄りください。また、土岐地球年代学研究所では、施設見学を開催しています。ご見学を希望の方は、お申し込みください。